はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。カーディさんちへようこそ。今日もね、グダグダのお話をしていこうと思っております。でですね、皆さんどうでしょう？最近迷惑メールって来ていますか？ね、結構来てるよっていう人もいらっしゃるだろうし、なんか面白いのがあるなっていうような、まあ、迷惑メールがあったりとかするんですけど、本当にね、最近なんだろう、面白いのがあって、まあ私がね原作したりとかしてて、まあ変なところをおっしゃったのかわかんないんですけど、あのエッチいやつが来たりとかしてるんですよね。しかもそれさ、まあ私は女なんで男性から来るのかなと思ったら女性から来るんですよね。まあもちろんそれはね、そういう迷惑メールの会社が、まあ、偽ってみたいなのが、性別を偽ってっていうようなことをしているんだろうと思いますけど、まあ面白いよね。あの、近くに住んでますとか、最寄りの駅が近くなんですねとか、駅で見かけましたとか言っているんですけど、駅行っとらんかなって思う時があります。毎日毎日駅前までね行ってないんですよ。っていうか、そもそも駅使う仕事とかしてないので、電車とかね、まあバスで駅前に行くっていうことはないんですけど、まあそういうのもあったりとか、あとね、たまにね、その100万円を受け取ってくださいみたいな感じ、まさにこういう感じなんですけど、なんだろう、500万円とかなんかね、面白いんですよね。500万円じゃ足りないんですか、じゃあいくらね、欲しいか、伝えてくださいみたいな感じで、いかにも金持ち風な感じの男の人で、あなたのためにこう今持っている500万1000万円を使いたいの、あなたのために使いたいのですと。その後、まあその2000万円をまあどう使うかっていうのはあなた次第なので、どうぞ受け取ってくださいっていうのが、もう今はね、たまにそういう迷惑メールが来たりとかするんですけど、前はそういうのがね、まあ来てて、来るたびにその迷惑メールの登録みたいなのをしてやってたんですけど、まあ、最近ね、それの効果があったのか来なくなったなと思ったら、最近もまた100万円振り込みましたとか書いてあって、あなたに口座の番号を教えましたっけって思うぐらい、なんで知ってんのって、まあそういうのはまあ、明らかにちょっと怪しいって思う文面だったりとか、明らかにその点が多すぎだろうっていうような、その文の中でねっていうのがあるんで、まあ怪しいと思うじゃないですか、やっぱり。そういうので、あ、これね、繋がったらまずいなっていうのはあるんで、まあまあほっといてはいます。まあもちろん迷惑メールの登録をしてね、やってはいますけども、どうなんだろう、それでさ、引っかかっちゃった人いるのかな。え、100万円500万円ってで、どんどんそれがね、私が見たのはどんどん500万円じゃ足りないんですねっていうことで、
じゃあ1000万円でとか、それでも足りないんですか、あのいいねで言ってくださいとか、うん、あなたのために使いたいんですっていうようなことを書いてあったんですよね、そのメールに。じゃあいいねでいいんだなとか思って変な話、あの国家予算並みのものを要求しようと思ったんだけど、まあ変にそれでね、お金取られたりとかさ、まあメール漏れてるから、まあ来るんだろうけど、迷惑メールね、電話番号だったりとかさ、そういうのも含めて、まあ漏れたくはない部分があって、うん、だからね、結構そうだね、それ以上のことはしません。折り返しこう連絡することはないです、もちろんね。ただ面白がっています。100万円なんだと思って、まそれでもね、本当に100万円でも欲しいっていう人がいるし、今回の寄付金じゃないや、10万円のね、そういうのでさえ大金に見える人たちってやっぱいる、人がいるわけだから、うん、一概にね、うん、100万円はいいわって言えないけど、どうなんだろうね、そういうのって引っかかった人いるのかしら。やっぱりちょっと本当にお金がないっていう人が引っかかってしまうのか、うん、まあ、そういう人もがね、もともとそういう携帯を持ってるのかっていう言われたら、まあ本当に必要最低限の連絡手段だったりとかするんで、うん、まあ持ってるでしょうけど、まあね、すごいねって思った。本当にすごい、すごいっすよ、うん、そういうね、エッチいいのだったりとか、あなたのためにお金使いたいとか、あとね、あなたと会いたいとかいうのもあったね。なんかそういうマッチングアプリみたいなのかな。まあそれも、あの、迷惑メールの中の一つだと思うんだけど、まあ、あの、まるまる様という方から連絡がございますので、こちらの掲示板の方を見ていただけたらと思いますみたいなさ、そういうのがあったりとか、あって、もちろん行かないですよ。あ、これ怪しいなと思うのがあるんだけど、どっかさ、そういうのって、なんだろう、自分が、もしかして、ね、携帯とか、まあ、スマホで検索しているときに、何らかのところで、見ちゃったものがそういう風に来ちゃったのかなって思っちゃったりとかしませんか？なんとなく。やっぱそういうのはね、考えちゃいますよね。で、まあそういうので、まあ今ね、ネットにも関わる、ネットとかテレビとかで引っかかったんで盗まれましたっていうのはないですね。逆にその今回の給付金で詐欺がありましたよみたいな感じでありますし、どうなんでしょうかね、うん、皆さんどうでしょうか、そういうことありますか。もしよろしければね、ご意見いただけたらと思います。それでは皆さん、さようなら。